どうもボボビビーーーアトレーザーのボビーです、ねえー、大阪のですねボビー・アトレーザーのアトリエからライブでお届けしております。ねえー、今日は土曜日ということでですね、えー、音楽の話って、ねえー、何をしようかなと <laughs> さっきまで <laughs>、あのー、考えたんですけども <laughs> ちょうどパッと手に取ったのがですねイ、えー、バンドの LP やったんで、えー、今日はイバンドのね、えー ついてですね、えー、少しお話しさせていただきたいなと思いますね。あのー、海バンドですよ。ちょうどこ、えっとこれかな。うん、こ,うこ、こうかな、えー。こ、こ、こんな感じね。ね、海バンド。破れたハートを売り物に。 えー、このアルバムはですね、えー、中学の頃に <laughs> よく聴きましたねえー、っとですね、まあ、中学高校と結構ねあの大人になってからもっ <laughs> ていうかもう、まあ、この年になってからも今もねこうちょっと久しぶりに聴いてみたいなって思いましたこの,ジャこのジャケットがね、えー、好きなんですよね、えー、この甲斐義弘さんがこの左利きなんですよね僕もあの実は左利きなんですよ。 で、ちょうどあのです、ねえー、僕が大学入った頃かなあの大阪来た時にエレキギターを一本買いたいやっぱロックをやりたいかなんかそういう気になったんですねでテレキャスやっぱりこうソリッドなあテレキャスターがやっぱりええなって、えー、思ったわけですよこ,これテレキャスターというギターですねでそれでですね、えー、東海当時東海を使ってあったんかな、うん あの東海のテレキャスターが欲しかったんですけどねなかったんであのフェンダーにしましたけどねフェンダージャパンのね、えー、テレキャスターでねこのジャケットがたまらなくかっこいいなと思ったんで、うん、このこのポーズしたいなと思ってねまあ,あのこれはあの右利き用をそのまま左用にこう持ち替えてるんですけど僕はもともと左利き用のねあの鏡で見たらこうひっくり返ったような反転したような感じでね、えー、そういう形のおこの黒のねヘッドが。あ このね、えー、黒くないやつね、うん、のこのタイプの分のねあの左利き仕様の方ですね、えー、買ってですね、えー、あのギターの裏にですね貝、えー、バンドのステッカーを未だに貼ってますけどね。 <laughs> うんまあ、一度もライブとかそういうので使ったことなかったですけどね、まあ、あのどうしてもエレキギターが当時欲しかったんでね一本ね、うん、でまあエレキギター欲しかったけども普通にあのカポつけてねあのスリーフィンガーとかアルペジオとか <laughs> そんなんやってましたね僕はねはいまあえー、そういう思い出があってですねまああの僕が物心ついてですねいろんな音楽聴いてくるじゃないですか、まあ、あのポップス今でいう j p o p っていうんですか 僕らの頃はニューミュージックって言ってたような気がしますね。あの、このレコードの帯にもニューミュージックって書いてたような気がしますし。うん、まあ、ぼ、ど、どちらかというと、ニューミュージックが、僕は好きでしたね。 フォークも好きですけどフォークとそのロックのいはざまというかいい感じの心地よさというか、うん、ラブソングとかなんかこうね、えー、心に刺さるようなね、うん、自分の心を慰めてくれるようなねこの10代のこのねあの何とも言えないこう思いをね。でそんな頃にですね、えー、うちの兄がですね えー、このアルバムの一つ前のアルバムで「地下室のメロディー」っていう,うアルバムをですねレコ,レコードを買っ,買ってきたわけですよ高松で,、ね、でそうっと僕もあの兄のいない時,時間にねレコードプあのステレオをね置いってであのこう傷が入らないように、ね、レコード溝に、ね、傷が入ったらもう大ごとですから。 のもうねもう1314の頃の僕はですね相当恐る恐るかけてですねその1曲目の「アウトロー」っていう曲があるんですよね「アウトロー」っていう曲がイントロがガガ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 ガ かえテ,レビテレビの挿入からでちょっとかかってたんやったかなアウトローかなんか,なんかで聞いたんですよね。でまあ初めて知ったのはあヒーローですよねもちろんね当時は会話の、あのー あの時計の CM のねヒーローでえー僕も知ってですねまあそん,そんな感じでね「ザ・ベスト10」には出てけへんのやなとかいう感じでえそういう出会い方やったんですけどでそのおアウトローのアルバムすぐ入ってるアルバムねにえなんていう地下室のメロディーえーそれを何回も聴きながらですねえロックっていう日本語のねロックとこのしゃがれた声ねあのなんていうのかな,なんかこう声に に肉体がこの声かなカイさんの,あの声がですねもうなんか筋肉でもう鍛え上げられたような感じのなんかこうざらついたなんか荒々しいようなあのシャウトっていうんですかあのほとばしるっていうことですかねエネルギッシュというかなんかそのビートにねバーンと来てですね えー、少年の僕はですね、えう、ー、ち抜かれましたね。それまでは。あのロックバンドっていうかバンドって言ったら、僕はチューリップをね、えー。すごく聞いてましたね。うん、いろんな人の、まあ、影響もあるんですけど、まあ。あの、家に、えー、僕は兄弟が四人いるんですけど、僕は三番目で。で、まあ、兄貴はこう、あの、ええちゃんとか、クールスとか、あ、あと、なんやったかな、ダウンタウンブギブギ,ブギバンドとかね。えー その辺があるわけですよレコードがあの横浜銀杯とかね、うん、でうちの姉がですねサザンゴ・ーロスターズとかですねえー、と何やったかなまあ,あのユーミンとか何 <laughs> <laughs> となく世代が世代がねそういう世代なんですよ。であの高松行ったりとかあ,と、まあ当時は電気屋さんに、ね、レコードが売ってたんで、えー、そこでですね、えー、レコードを買ってですね あとはもうちょうど歌詞レコーダーがですね当時できたんでカセットテープのメタルテープで撮るやつはこれとか言ってランク付けをね中学これをやってですねでカセットテープにインスタントレタリングって言って分かりますかねガムをさこすってピッとやったら転写するっていうやつかそれであの。 えー、インスタントレタリングっていうかアルファベットとかひらがなとかのやつでねあってそれを買いに文房具屋さん行ってですねカセットテープのこうラベルにですねタイトルとかやるわけですよ。だからもう同じミュージシャンとかになったらもう例えば、うん、オフコースとかやったらあの F が2個あったりとかねするわけですよ。ほんで O ちっちゃい小文字の O とかな,なんかその辺がとか A とかがねすぐなくなるんですよね。だからあのー なんかこう V っていう字を反転させて横にこうまっすぐの,あの L とかそういうのをね貼ってこうねなんか文字作ってみたりのしたりとかねそういうことをしながらですねそういうことを駆使しながらあ、えーね、あのエアラジオのエアチェックもそうですよ、うん、そんなことしてですね、えー、買いバンドですね僕は当時、えー、熱く聞いてましたねえー、っとね。 まあ、このアルバムの中ではですね、例えば、もう破れたハート売り物に、ね、この。こう、ビートの洪水っていうんですかね。あの、うん、たまりませんでしたね。僕はこの。アルバムと同時にね、あの三枚組のね。えー あの「ルミンの歌っていうライバルバムがあったんですよ3枚組のあれが一番効いたかもしれませんねあとそれと79年に発売したあの販売販売中販売でしょうねリリースされたあの日本武道館の「100万ドルナイト」かなあれはですね未だに聴きたくなりますねうん。 で、まあ、僕がもう、大阪に出てきた頃にはですね。ちょうど、海バンド十二年戦争というですね。え、海バンドが、えー、解散したんですよね。あのー。なんか、あの、まあ、大森さん、ね、ギターも、もう、大森さんね。が、あのー。 あれということでね、あのもう解散とかですね、あの耳がどのほどで当日なんかそのようなあもし違ってごめんなさいね、なんかそういう風うなを聞いたような気がしますね。んでえ夢中でですね、あのテレビをね見ましたね。で誰かに頼んだかな、ぼま大阪に 一、まあ、人暮らししだした頃はそんなビデオデッキなんかああ持ってませんしねテレビもやっと,やっとこさあの中古であのなんかプラスチックの赤い <laughs> の14型のちっちゃいね小さい小さいテレビをですねあのあの恵比寿町かどっか行って8,000円かなんかで買ってあの、ね、新聞紙かなんかで包んでもろて普通で映らへんからあの漫画みたいなの,の 8, 8 ここ8の字みたいなプロペラなんか棒アルミのこんなになったようなわかります、ね、アンテナもうあの絵に描いたような漫画の絵に描いたようなあのねああいう、ね、アンテナをテレビの上にのっけてあのザ,ーザ,ーザ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 ー天気の二重像になってるう感じのおところでね、えー、テレビを見ながらですね、えー、見てましたね。あのでまあ、ビデオだけっってもらって 実家にに帰ったたそ、えー、それを見てましたねね、うん、なんかうういう感じです、ね、あテ,レテレビがやっぱり当時はなかったんで、うん、まあねま,まあ一人暮らしの頃なんでね電話も当時はそのなかったし、うん、バイトしてなんか電話の権利が高かったしね、うん、当時はね、まあ、それでバイトオリーブ園というところですよね小豆島のそこでひと夏ね、えー、働いて。 電話話のの権利買ってままままああまあそ話はどうで,もいいでねも、えー、今日は緩い話であの <laughs> でまああの甲斐バンドのね、えー、を見ることもなくうで甲斐義弘さんのですね、えー、がソロになったかな、うん、でその時に、えー、大学のね部活の先輩がですねチケットあるんやけどということで,ですね甲斐、えー、バンド好きの友達とですね一緒に大阪城ホールに行ったんですよね。 うん、でんでバンとの感じとはもう,もうちょっとちゃうかったんやけどねけどやっぱこう生で見れて。うん、で社会人になってくらな 23, 45, ぐらいか十2 3五5 2五ぐらい五6ぐらいの時かなあの武道館であのちょっと再結成があるってうことで。うん でちょうどアコースティックアルバムみたたいなのが出したんですねア、ねえー、アコースティックアルバムっていうかあ当時なん,なんていうんですかねあの「アンプラグド」ね「アンプラグド」がちょうど MTV とかで流行ったぐらいの時だったと思いますけどもその時に「アンプラグドライブ」ライブをあのアルバムみたいなのが出たんですよね。でそれを買っ久しぶりに買ってやっぱり久しぶりにこういいなと思ってね。でそこから あた僕の,あの親友がですねあの東あの田舎の親友がですねあの東京に住んでてね当時で海バンドのチケットが <laughs> あるんやけど日本武道館やけど行けへんか言われてねもうこれでって元気出るでいいてちょっと僕もあの心がちょっとあのだいぶへこんでた時期やったんですよねメンタルがねで東京行ってですね、えー、初めて行った日本武道館でですね、えー 海バンドのね、ステージを聞いて、嵐の季節が忘れられませんね。うん、で、その時に聞いたね、武道館で聞いた嵐の季節。が何とも言えない気持ちですね、うんなんか。そんな記憶があります。うん、で、まあ、あロックというのに出会ったのは海バンドでしたね。まあ、その後、いろいろな、自分なりにこう。 とか音楽とかの出会いがあったり、まあ、洋楽の出会いがあるわけですよ。その間に、えーまあ、メタルですよね。八十年代って言ったら、やっぱりもうヘビーメタルがの感じがね。うんまあ、なんか、やっぱりこう同級生とか、そういうのが、ギター弾く子は、大体たいバンヘイレンとかね。あのそっちの方からこう来るんでね。それ聞け、聞いてみるかとかって、でやっぱりその。 仕入れる、音楽のこう仕入れる情報はですね、大体同級生からやったんですね一緒にバンドを組んだ同級生から「ナイトレンジャー」とかねえ大体「ラットとか「モトリクルー」とかですよ。んかそういうのを貸してもらってね日本人やったら「ラウドネス」ですね最初にね。 でもと今でこそねあのそういうヘビーなサウンドっていうのはあ、ね、日常的な感じで聴きますけど当時はあ,のああいう歪んだ音とかああいうビートとか言ったらもうあんまり聴く気がなかったし、うん、なんかもうすごいなんか、ね、斬新なとかうか、ん、まあ平たく言えばやかましいっていうような感じを捉える方もおると思いますけどね。 うん、なんかもうなんかこうそういう感じで、まあ、まあ比較的それで比べたら甲斐バンドなんかすごい,きいね今思ったらあ,あのなんていうんですかねメローな感じですしギターもそんなギ,ギャインギャインに歪んだわけでもなくドラムもどこ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 ーツーバスでですね, <laughs> あのねツインペダルでいうわけでもないじゃないですか。な、うん、なんかこううきやすいなという感じで、うん、でまあ こ聴うい,ういてて洋楽にも入りやすかったっていうのもあったかな、うん、で何か僕はまあ日本語がの音楽はやっぱ耳にやっぱ入ってきたしやっぱあの歌い手をね、えー、志してた身でもありますしねあ僕はもう洋楽よりも邦楽の方から音楽が好きになったりもあって、うん、まあまあ,あのいろいろいますよ。僕の,あのも一緒で同じ、ね 親友とか言いますけどやっぱり洋楽ですよね洋楽を耳から聞いて洋楽,洋楽との出会いで音楽に入って今でも洋楽をいろんなあのスタンダードナンバーと呼ばれるような曲をですね歌い上げてですね演奏してやっぱ素晴らしいなと思いますし僕もそういう彼,彼らを見ているたびにそういう才能があったらなというのを思ってましたね、うん、もううらやましく横目で見てましたね。 うん、だからカイバンドっていうのはあその中で僕の中ではカイバンドが僕,僕の中では大きかったかな、うん、なんかあロックとの出会いでしたねあとこういうビジュアルというか後にあ「ローリング・ストーンズ」とかもなんかこう通じるもんがあるなと思ってね、まあ、逆なんやろうけど僕の入り方はそんな入り口でしたね僕にとってはあカイ,カイヨシロさんがあのブライアン・ジョーンズに見えましたねローリング・ストーンズの <laughs> あの雰囲気がね。うん あのもうまあミック・ジャガーっていう,いう感じなんでしょうけど僕はブライアン・ジョーンズと何か,か雰囲気が解散か,かぶりましたね、うん、やっぱこうそれぐらい何か,か何とも言えん感じで当時は中学生の頃はですね、えー「サウンドストリート」FM ですよ FM 番組でね水曜日の何時からでしたっけ「ねえー、サウンドストリート」という NHK のラジオ番組でですね、えー 放送あったんですねの FM って言ってもね今みたいな音がフ M の音がクリアなはずなんですけども未完全ちょっとね、あのー、海に囲まれたところに住んでましてね、えー、山もこうあったんでねちょっと電波がちょっと山を乗り越えられなかったんでしょうかね海を渡りきれなかったんでしょうね。うだけどねちょっと,ちょっとあのラージカーの上にこうちょっと手を乗せるとですねなんか知らないけどちょっとえ感じで聞こえるちょっとあの聞き取れるっていうかザーザーが。 ザーザーというノイズがちょっとあの緩和されるというかねそういう昭和のおね50年代をですねえ駆け抜けてですね行きましたねまあそのなれの果てがでね今こう大阪でですねえーレザークラフトをこうハンドメイドでこうやってるわけですよ。ねそんな感じでまあまあ今日はあまあ来週はねどんな感じでえまあこの流れでえまあ、まあ メタルを行くかあそれか、まあ、ちょっと違うアルバムを紹介するかの、まあ、エピソード話ですねアーカイブに残すほどのことでもないんですけどもね、まあ、あのこういう風うなあことがですね、えーまあ、重なってあのボビーアトレーダーの要素があるの一つはあるということで、ねねえー、お付き合いいただければなと思いますそれではですね、えー、またあね えー、あそうですねなんかギターでね演奏しようかなと思いますんでね、えー、またゆるい感じでお付き合いいただければ幸いですそれでは素敵な土曜日の夜をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ